はい、はい、どうもチャブリです。ということで今日ですね、最強プラティニ徹底解説やっていきたいと思います。というわけで、昨日木曜日にこちらエピックヨーロピアンクラブアタッカーズからプラティニが登場したわけなんですけれども、皆さん獲得しましたでしょうか。いや、この選手がめちゃくちゃ強いということで話題になってるかなと思うんですけれども、今回の動画ではまず実際にこうプラティニをね獲得するべきなのか、今回のガチャ引くべきなのか解説した後に、まあプラティニのね強い育成と能力値の方も解説していきます。最後にプラティニのプレイ集の方も見ていきたいと思いますので、よかったら最後に見ていってください。ということで、まずはですね、まあ今回のこのヨーロピアンクラブアタッカーズガチャ、一体引くべきなのか引かないべきなのかっていう話なんですけれども、まあこれに関してはね、実際にプラティニを使ってみても昨日と意見は変わらずに、まあ廃課金の方は引くべき、無課金とか微課金の方は間違いなく僕はスルーでいいんじゃないかなと思ってます。っていうのもプラティニやっぱりめちゃめちゃ強いですし、本当に使用感も最高だったんですけど、まあこれまで登場してるやっぱり OMF ね、もちろんメッシ、マラドーナとかね、この間登場したバッチョとかデルピエロとか、もうウリヘーネスとか、もうカントナとかね、本当にいい選手がたくさんいるんで、まあ正直ね、その選手で十分っちゃ十分なのかなっていう感じもします。まあその選手たちと明らかに差をつけて、まあ圧倒的に強いとかだったら僕もね引くべきっていうかなと思うんですけど、もちろん強くはあるんですけれども、まあ誤差で強いみたいな感じかなと使った感じは思ってますので、まああとプラスアルファでこのロマーリオとベルカンプ、まあこの2人もね強くはあるんですけれども、ガチスカットにはまあ残ってこないだろうということで、プラティニ1点狙いのね実質ガチャになってくるかなと思いますので、まあ僕基本的にはスルーでいいんじゃないかなと思ってますね。ただ僕みたく毎回ガチャをね強い選手がいたら引きますよとか、そういう方はまあかなり不価値あるんじゃないかなと思ってます。というわけで、こっからはプラティニのね能力と育成解説の方をしていきたいと思います。まず改めて見ていくと、プラティニプレイスタイルがチャンスメーカーということで、まあこれがやっぱり好み分かれますよね。僕は結構チャンスメーカー好きなんですけれども、あんまりね上がってこないシーンもあるんで、まあ苦手な方もいるんじゃないかなと思います。まあそういった方なおさらねスルーで僕はいいんじゃないかなと思ってますけれども、まあこれでセンターフォワードとかねできたらめちゃくちゃ熱かったなとは思ってます。で、今回ブースターファンタジスタプラス2ということで、ボルコン、ドリブル、決定力、ボディコンのパラメータが上昇します。まあやっぱりこのブースターの影響もあって、使用感の軽さがめちゃめちゃいいですね。今回育成は昨日紹介した時と変わらずにこちらになります。シュート4、パス4、ドリブル12、クイックネス8、脚力10ということで、この育成で使ってるんですけれども、まあこの育成で使用感めちゃめちゃいいんで、まあ僕はこの育成をね引き続きお勧めしたいなと思ってますね。ぜひよかったら真似してみてください。で、改めてサクッと能力値見ていくと、まずこのドリブル数値ですよね。やっぱりこれが魅力的ですね。ボルコンドリブルに関してはブーサの影響もあって100超えてくるということで、やっぱりタッチがね本当に細かくて、まあ使用感かなり軽いですね。で、パスが上手いのもやっぱりいいポイントかなと思います。グランダーパス、ライパスも80超えてきて、決定力もブーサの影響もあって86までいきますと。そしてカーブ数値もね高いんで、割と根幹も入りやすいかなっていうイメージですね。で、スピード瞬発95位のキック力も90超えてくる。これ個人的に使っていてね結構いいポイントかなと思いました。やっぱりキック力95位、これ結構使っていても分かりますね。ペナルティエリア外の根幹とかもね結構入るイメージがあるんで、まあこれは良かったかなと思います。そしてフィジカルコンタクトもね70ということで、結構あるのがねいいポイントかなと思いますし、ボディコンも96ということで、まあまずねこのスピード瞬発ボディコンと、まあこのドリブル数値なんで、まあ使用感間違いなくめちゃくちゃいいっていうのがもう能力値が分かれますよね。そして今回注目されているのはここですよね。逆足頻度精度が最高最高ということで、やっぱり逆足も右左関係なく使える、これめちゃめちゃいいポイントかなと思いますね。まあドリブルをしていてもほんとシュートを打ってもね、やっぱりこの精度頻度最高最高の良さは感じます。で、プラティニはやっぱりこのスキルがね優秀なのもめっちゃいいポイントかなと思います。あんまりねスキルトレーニングを持ってない方も、ほんとこのプラティニはそのまま使ってあげても強いですね。ダブルター足裏コンカアクロバティックシュートヒルトリック、ワンシューワンパスレパスアートスピンキックマリシャということで、ほんともうミドルシュートつけてあげれば完璧かなってぐらいいいスキル持ちしてますよね。僕もねミドルシュート持ってなくてまだつけてないんですけれども、かなりシュートも決めてくれますし、まあ使用感本当にいいんで、まあこのまま使っただけで十分僕は強いんじゃないかなと思ってますね。ただまあ先ほども話したんですけれども、やっぱりこのプラティン使うとしたらこの OMF かセカンドトップなんで、ほんとこのネイマールもいますし、もうバッ
ッチョとかマラドーナとか、もうベンチ見るだけでもね、ベリンガム、ムシアラとかね、あとはビルツ、メッシとかリベリとかウリヘイネスとかもいるんで、もうここだけでもね、こんだけ OMF、まあ、セカンドトップとかできる選手もいるわけで、まあそこまで絶対にね、何があっても獲得しようみたいな、まあそういう感じじゃなくてもいいのかなと僕は思ってますね。ただまあこれからプレイ集の方も解説していこうと思うんですけれども、使用感は間違いなくいいですし、めちゃめちゃ強いんで、そこに関しては本当に保証できるというか、まあ自信を持ってこれからもガチスカットに入ってくる選手ではあるんじゃないかなと思ってますね。まあこの選手の使用感がいいのは間違いないんで、まあ一番はプレイスタイルかな、チャンスメーカーが自分が好みか好みじゃないか、それによってね、獲得しようか迷ってる方は引いていただけるといいんじゃないかなと思います。チャンスメーカー全然気にならないし好きだよって方はこのプラティニマジでめちゃめちゃハマると思います。というわけで今回はプラティニを実際に使ったねゴール集の方も持ってきましたので、そちらを見ながら解説していきたいと思います。はい、ということで早速見ていきましょう。まずこのシーン、ムシアラからプラティニボールを受けてシンプルにインパクトを決めてくれると、まあこれは本当にシンプルなボックス内なんで、まあプラティニじゃなくても決めてくれたかなと思うんですけれども、こうしっかりとまあラッキーで相手をねかわして決めてくれましたね。そしてこのシーンですね、ムシアラからのスルーパスにプラティニ OMF で抜け出して、ここでなんか切り込んでいって、この位置からもねしっかり今回は決めてくれると、割とねこの位置ねキック力なかったら決めてくれないシーンもあるんで、まあ打とうか迷ったんですけれども、しっかり今回決めてくれましたね。この位置から決めてくれるの、これめちゃくちゃいいですよね。で、このシーンプラティニボールを受けて、ムシアラからまたもう一回ね、ボックス内でボールを受けて、ダブルタッチから決めてくれますと。まあ、ダブルタ持ってるのももちろんいいですし、やっぱりボックス内でも細かいタッチできますよね。まあ、相手が食いついてきたんで、ダブルタからしっかり決めてくれたと。まあ、身長的にもね、結構玄関強向きというか、使いやすいなっていうふうには感じました。このシーンも、なんかそのまま切り込んでいって、今回ですね、これ結構ね、相手のディフェンダー軽いんじゃないかなと思うんですけど、意外とこのね、縦にドリブルしていって、このいきなりこの斜めのドリブル、これ結構相手ね、なかなか追いつかなくて抜けるときあるんで、これ結構おすすめというか、ぜひ皆さんにも使ってほしいなと思いますね。そしてこのシーンも左サイド抜け出して、ここでね、今ドリブル数値高いんで、こんな感じでめっちゃ細かい縦でね、ボールキープすることができるんですよね。最後、ムシャラ決めてくれたんですけれども、まあこのシーンも、まあチャンスメーカーなんですけど、しっかり抜け出してきてくれますし、まあこういうところしっかりと、まあドリブル数値もめちゃくちゃ高いんで、こういう細かい縦でボールキープできるんですよね。やっぱりこのボールキープのしやすさ、これめちゃくちゃ使用感いいなっていう風に感じました。最後ムシアラもよく決めてくれましたね。このシーンもムシアラじゃねえプラティニボール受けて、このターンからしっかりコンが決めてくれると、まあここもねしっかりともう一回ボックス内でボールを受けた時にうまくまあターン細かいタッチでできますよね。まあ、あとは決定力もね85以上はあるんで、まあかなり決めてくれるなって印象もありました。このシーンも抜け出してきてくれて、こうボールキープして、こう中に簡単に切り込んでいって、これ入っちゃう、これはまあラッキーだったかって感じあるんですけれども、まあその前のこのドリブルですよね、やっぱりタッチは細かいなっていう風に感じました。本当はキングメッシとかね使ってる感覚と一緒で、めっちゃタッチ細かいんで、本当ボールキープはしやすいなっていう風に感じましたね。このシーンもルンミニーからプラティネスルーパス受けて、この位置からもしっかり決めてくれると、めっちゃ根下入りますね。ここもまあ本当はもっと運んでもよかったかなって感じあるんですけれども、まあ、打ってみたところ、ここからしっかりと決めてくれましたと。まあキック力も若干影響してるかなとは思います。このシーンはルンミニーからプラティニーワンツーで抜け出して、ここから運んでいくんですけれども、ここでねファンダイクに対してこのドリブル、これ若干理不尽じゃない、これね決めてくれたんですけど、ファンダイクにこれ奪われてもおかしくないですよね。ちょっともうなんか奪われたかなと僕も思ったんですけど、すごい細かいタッチでここねこうかわして、ここもこれえぐいよね、股抜きしてるかなこれで、ダブルタッチキャンセルからの今回ということで、マジでめっちゃ決めてくれますね。で、このシーンはルンミニーからプラティニー右サイド抜け出して、ここを運んでいって決めてくれるんですけど、こうグッといったら分かります、冨安に対してここグッと、まあ、いけるの、これいいですよね。まあ、スピード瞬発も90超えてくるんで、やっぱり足の速さは魅力的かなと思います。で、このシーンはバッチョ、ムバッペから右サイド抜け出して、ここでプラティニー、このボールキープですよ、やっぱりここでこれで決めてくれますからね。左足もしっかりねもちろん蹴れますということで、こう抜け出してきて、このボールキープね、当たり負けしないで細かいタッチでターンして、最後ダブルタッチからのコンカと、いやこれめちゃめちゃ強いよね。はい、ということでプラティのプレイ集見ていったわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ見てもらったら分かる通り、使用感マジでめちゃくちゃいいですね。左足でも右足でも決めてくれますし、コンカもかなり入るということで、本当にミドルシュートねつけてあげれば完璧なんですけれども、つけなくてもこの活躍ですからね。あとはやっぱりボックス内とかでも細かいタッチでかなりボールキープはしやすいなっていう風に感じました。結構ねこのプラティはガチャが若干渋めというか、まあ3人とも全員ガチスカット級ってわけじゃないんで、引くか引かないか悩んでる
方もいると思うんですけれども、まあ、ぜひこの動画ね少しでも参考にしていただいて引くか引かないか検討してもらえたら嬉しいなと思います。ぜひよかったら少しでも参考にしてみてください。はい、こんな感じでフットモードが毎日投稿してますので、よろしければコメント高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。